いやー、はじめましてさんがもう500名を超えるほどのはじめましてさんということで、すべて私名前を今読ませていただきました。いや、まさかパイカジさんが来てくださるとはね。うなぎパイでしょうかね、やっぱ食べてるのはね。ミスター X さん、謎に包まれていますけれども、ぜひこれからもリポートよろしくお願いします。で、ゆうゆうゆさんがね入ってくれたと思ったら、ロロロさんまで入って え、ゆうゆうゆさん、はじめまして。え、ロロロさんも入ってきてくれたの？っていうね。仲良く入ってきてくれましたけれども、これからもよろしくお願いします。ゆうゆうゆさんとロロロさんが同じ週に 参加してくださっているなんてね、偶然、運命を感じますね。それでは初めてのリポーターの皆さん、これからもよろしくお願いします。そしてまだ悩んでたっていう方、これからも、今足を踏み入れるなら今ですので、ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。ではここからは今後のお天気を確認していきたいと思います。今夜から明日にかけてのお天気見ていきたいと思いますが、明日からねまた1週間始まりますので、どんなお天気になるのか非常に気になりますね。予報センターの草田さんに解説していただきましょう。草田さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、では今夜から明日のお天気見ていければと思いますが、まずこの時間はどんな空でしょうか？この時間はですね、非常に穏やかな空で、雨や雪が降っているところはほとんどありませんね。現在は雪雲、雨雲もあまり、日本列島にはかかっておらず、報告も届いていないといった状況なんですが、北海道の方から一部雪雲らしきものが日本海の方から流れ込み始めていますね。こちらは明日にかけて、雨や雪をもたらす低気圧から伸びる前線のところの雲でして、もう早くも流れ込み始めています。最初は非常に空高いところの雲で、あんまり雨雲、雪雲を含んでないものなんですが、だんだんと日付が変わる頃にかけて増えていきまして、雨や雪が降り出す予想になっているので、今穏やかな空のところも明日の朝にはもう雨や雪が降ったり、内陸のエリアではもう積もっているところもあるかと思われますので、天気下り坂です。これからの、雨や雪の降り方、十分に注意していただきたいと思います。で、北海道のエリアの今後のですね、雪雲、雨雲の広がり方の予想なんですが、ちょっと見ていきましょう。こちらが深夜0時頃ですが、弱い雪雲が、道北方面中心に流れ込み始めそうですね。それがだんだんと増えていきまして、こちらが朝6時です。低気圧の中心が、日本海の方にやってきていますが、この辺り活発な雪雲を伴っていますし、その、南側のエリアでちょっと、ベースのところがですね、オレンジ色になっているのが分かるかと思うんですが、南寄りの風が強く吹きそうなので、ちょっと明日の朝の通勤・通学の時間帯、日本海側沿岸部では風が強く吹いて荒れた天気になる可能性があります。前線も伴っているので、雷や突風も伴って雪や雨、そしてあられなどが強く降ることがありそうですね。ちょうどこれが午前9時ぐらいなので、北海道のエリア、道東以外では結構通勤通学の時間帯に雨や雪が強く降って、荒れた天気にと感じるような方が多いかもしれません。ちょっと時間に余裕を持ってお出かけいただけると安心かなと思われます。で、昼ぐらいにかけて低気圧の中心はオホーツク海の方に抜けていく予想なので、普通の冬型の気圧配置の時だと、道東の太平洋側なんかはあんまり雪や雨降らないんですが、明日は全道的に雨の可能性、雪の可能性ありそうですね。特に内陸エリア、標高の高いところほど雪になりやすいので、路面への凍結、路面への積雪などに注意していただきたいと思います。で、夕方にかけてだんだんとこのように雪雲、雨雲少なくなっていきそうなので、午前中から昼過ぎぐらいが一番全道的に、雨、雪降りやすいタイミングとなりそうですね。ただ、寒気だんだん強まってきまして、この
この赤い線が1500メートルでマイナス9度という線なんですが、札幌旭川などすっぽり覆われていくような状況になるので、夜はとっても寒いと思いますので、明日もですね暖かくしてお過ごしください。はい、はい、であとは東北地方などにもこの雨雲ですね一部流れ込んでいく予想ですので、特に午後ですかね、日本海側中心にざっと雨が降ったり、青森秋田の一部なんかでは雷を伴う可能性もあるので注意していただきたいと思います。はい、でその雨雲だんだん南下していきますので、山形の沿岸、新潟、能登半島などでも夜遅い時間ほど雨の可能性ありますのでご注意ください。はいはい、で一方で西日本のエリアも天気が下り坂なんですね。こちらはですね天気図にあまり低気圧などはしっかりとは書かれていないんですが、今はとても穏やかな空なんですけれども、ちょっと時間かかりますね。はい、こちらが明日の午後ですね、15時頃になりますが、前線の雨雲がだんだんと東に、拡大、前線低気圧の雨雲が拡大していきまして、はい、だいたい、これだと21時ぐらいで、西日本の中四国エリア雨が降る予想になっているんですけれども、もうちょっとですね雨雲が東に広がるものだと近畿ですとか中四国のエリアにも雨雲広がる予想になっているんですね。はい、でまだちょっとどこまで広がるかというのが、気象予測モデルごとにブレがありますので、雨の降り出しのタイミング変わってしまうかもしれないんですが、中国や四国エリアに関してはお帰りの時間帯までに傘が必要になってくる可能性高めと見ておりますので、必ず傘をお持ちください。で近畿エリアは夜遅く、帰宅が夜遅い時間帯になる方は傘が必要といった状況になるのではないかなと見ておりますので、はい、帰宅が、まあ、日付変わるぐらいとか夜深夜に近くなる方は折りたたみ傘が念のためあると安心ですね。はいはい、東日本まではあまり雨雲は流れ込んでこない予想です。はい、はい、明日の天気の流れはそんな感じになっております。うん、で気温が今日に比べて関東、東北、北海道は、少し上がる傾向にはあるんですが、朝は今朝よりも冷える可能性がありますので、特に朝ちょっとね起きるのが辛いなっていう風に感じる方も多いかもしれません。はい、今夜は暖かくしてお休みになってください。で明日の朝ちょっと暖房欲しくなる可能性がありますのでね、と気合を入れて起きていただければと思います。確かに気合が必要な時期になってきましたが、はいね、風邪ひかないように気をつけていただきたいですね。はい、気をつけていただきたいですね。はい、はい、分かりました。では草田さんありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、今夜から明日のお天気や気温について、予報センターの草田さんに解説していただきました。確かにね、朝お布団から出られないようなそんな季節になってきているかと思います。もう勢いがないと起きれないことありますよね。ぜひ皆さんですね、風邪ひかないように暖かい服装で今夜もお休みください。それでは今夜から明日の全国のお天気を伝えていただきました。それではここからはおかえりメールのコーナーをお届けしていきます。おかえりメールパート2。さあではおかえりメール、返信してくださった皆さんありがとうございます。皆さん今日も一日お疲れ様でした。おかえりなさい。ではスロットドン、スロットスタート、スロットストップ。おかえりメール返信してくださった方の中から1名当選者を決めていきます。当たった方にはもう1通じゃんパソコンさんに決定しました。おめでとうございます。この後パソコンさんのためだけにメールを作成しますので楽しみにしていてください。それではおかえりメールスロット回していきました。紹介しきれなかった、皆さんのメールもすべて読ませていただきますのでよろしくお願いします。
さあでは、そろそろお別れの時間となりますね、皆さん今日も参加ありがとうございました。なかなかですね、ソライブもそろそろ終わりで、このあとソライブナイトが23時から始まるんですけれども、また今日もね、あの LINE の件でちょっといろいろね寂しいなってコメントもいただいてるんですが、今日はですねソライブナイトで、あの編集が間に合えばスタッフさんにみんなが寂しい気持ちになってるのを少しでも隙間を埋められたらということで、ちょっとした動画を収録していますので、ぜひご覧いただけたら嬉しいです。そして23時からはソライブナイト、今日は日曜日ということで、ソライブナイトも名場面名場面1週間の振り返りの時間になりますよね。ではここからは、今日の出演者の方を呼んでいきましょう。村田さんです、よろしくお願いします。ハッピーハロウィン。ハッピーハロウィン。あ、ハロウィン仕様の髪型ですか。いや違います。違います。このセットとすごいなんかこう色合いが、ね、ぴったりですよ ね。これ明日まで続けるのかな。明日までですか ね。明日本番？明日が、まあ、31日なので、うん、明日やらないみたいな。あ、はい、明日やらないんだ、はい、昨日結構がっつりやりましたもんね。世間では確かに、あの今日相当集まっていたみたいで、うん、渋谷のリポートすごかったです。うん、もうさっきまで見てたんですよ。あ、本当ですか。うん、あの生中継みたいなやつ、はい、ね、去年と違ってね、車道がね通れるようになってるんで、はい、そうですね、歩行者天国になって、それなのにそれなりに人がいましたからね。すごいですね。あれやっぱ閉鎖しなかったら今年もとんでもないことになってた、ね、とんでもないことになってたので、うん、早めの対応ちょっとありがたいところですね。なんか一大イベントになってきましたね。なんかこ年々盛り上がってますよね。村田さんは、うん、今日何かの仮装はするんですか。ピカチュウですか。今日そう、色がそうですね、ピカチュウかな、うん、はい、なんか響きがちょっとおかしいな。ピカチュウ何ですかそれ。ちょっとあれ、なんか意図的なものを感じずにはいられないですけど、なんか何のことですかみたいな。黄色いかなって。あ、黄、あ、そっちか。そっちですね。黄色の方ですね。黄色なんかさ、あの断ることにさ、なんかさ、あの炎上させてる、させて犯人だ。させて先週、先週の犯人だ。本当にやめてほしいんですけど、あれ言わされてるんです、はい、私。え、言わされてる。いや、パスがみんなすごいので、そうですよね、全然私自分発信じゃないんです。あれそうなのかな、自らなんかヘディングとかでシュート決めに行ってたようにも言ってないよ。あ、切り出したからそう見えただけだ。切り出す、あ、悪意のある編集。そう、悪意を編集の妙ってのある。あれ編集って悪意を感じる。あれそうかな、あんまり編集ポイントなくてそのままドーンって流してるように今見えた。違う、そってあれ前後あったらもう全然別に言わされてる感が。前後が違うんだ。はい、そうですそうです。ワイドショーとかによくあるパターンのやつですね。そうなんですよ、そうなんです。いやすっかりね、もうなんか犯人だと思って決めつけてました。冤罪でしたか。そうですそうです。冤罪でした。別に言わされてるんですから。あ、でまあ、今週もまあ名場面、はい、名場面があるということで、そうですね、はい、今週はハロウィンもあったので、そのあたりももしかしたら入ってくるかもしれないですね。ハロウィンがね、たっぷりありますよ、うん、お、じゃあ見逃した方も楽しめると、ね、ハロウィン多分3時間ぐらいありますね、各番組。それも昨日の再放送。昨日の再放送まるっとこう30分ずつぐらいやるの。総集編みたいな。再放送早くないですか。次の日にもね、再放送します、はい、そうですね、見逃した方はぜひご覧いただければと思います。はい、はい、ではこの後よろしくお願いします。皆さん安心してください。ハロウィンが、またまた、見られるということですので、昨日、まあ、朝とかねなかなか見られなかった方はですね、この後振り返りでご覧いただけたら嬉しいなと思います。いやでは皆さん本当に今日も3時間ありがとうございました。やっぱ日曜ナイトはね、あのいい意味でふわふわ感があって楽しいですね。今日も皆さんの参加のおかげで楽しめました。明日もですね、朝晩特にググッと冷え込んでね、初冬を思わせるようなそんな体感となるところも多くなります。ぜひ暖かくして風邪をひかないように気をつけてください。それでは最後は、あ、じゃあこれを準備して最後のコーナー行こうかな。
では最後はおやすみキャッチ、おやすみに添える夜のキャッチをご紹介していきます。さあ今日もハロウィンのスタジオでお届けしていきましたが、まあ、今日もですね、ハロウィンネタでおやすみキャッチいきたいと思います。さあ皆さん今日も3時間ありがとうございました。皆さんお菓子ちょうだい、お菓子ちょうだい、お菓子くれなきゃいたずらするぞ。では最後魔法使っちゃおうかな。おやすみなさい。トリックはトリート、アイビンビン。
皆さんこんばんは。10月30日日曜日、日曜ナイトが始まりました。誰だ実写買って帰ってる。何のことだ。さあ、23時を回りました。日曜ナイトは私、ウェザーニュースドライブ P 的な村田がお送りさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、決してやりたいわけではないんですけれども、何かこう声が聞こえてしまうんですよね。あの世の中の求めてるものを、はい、仕事大変だなっていうコメントが来てますけど、そんなことないです、仕事は楽しいです、はい、これだってもうやっぱり毎朝ね、リナッチが出てる時には欠かさずあのマークが書かれるので、やっぱりなんかこういうのはね、あのストレートを置きに行った方がいいのかなって僕も思ったりしました。今日は天気が良くて良かったです、はい、実写化って何なんですか。なんでいつ上映ってなる、上映しませんから、ね、はい。はい、ということで、ハロウィンな週末いかがお過ごしでしたでしょうか。本日も2時間お付き合いいただければと思います。日曜ナイトはですね、この1週間 の振り返りをなんか中心にお届けしている番組でございます。はい、先月までは BS910 チャンネルというあの BS 放送があったので、こういったものもですね、ウェザーニューズのお客様、自治体関係の方ね、皆さんのところで放送されていたわけなんですけれども、それが終了しましてですね、やっとちょっとこういうことをやるプレッシャー感というのは少しこうなくなってきたのかなと。ちょっと音楽でかいなって、はいはい、ということですね。はい、そうですね、苦情、営業から苦情を受けることがなくなったっていう感じでしょうかね。はい、今いいコメント来ました。今日のコンセプトは、リボンの騎士です。騎士リボンの騎士って言えばね、小池さんと、ね、私村田が、リボンの騎士のコスプレでございます。はい。はい、もうね、小池さんか村田さんかみたいな感じで、ね、今頃ツイッターのランキングに上がってる頃かと思いますけれども。はい、言ってる意味がわからないんですか。そうですね、僕も言っててよくわからなくなってきましたけどね。はい。小池さんはハゲてねえぞ。違う、そこじゃないですよ。ね、小池知事がリボンの騎士のコスプレをしてたんですよね。昨日かなのニュースに出てましたけどね。はい、それ見て、あ、これだっていうふうに思いました。はい。ね。はい、さあということで、本日のまずは天気聞いていきましょうか。もちろんですよ、もちろん忘れておりません。今のあなたの天気を教えてください。23時の天気ですね。はい、もう開いておりますよね。はい、さあどんな、曇ってるよ川崎、愛知曇って星見えない、うーん、高松曇り、さあ愛知薄雲、埼玉薄雲、道南
星空、あ、お、冷えてますよ、来ました、アミーゴ今週もアミーゴありがとうございますあの道南のね、あのラッパーの方ですよね道南ラッパーの方ですね、はい、さあということで締め切っていきましょうか。5秒前です。4、3、2、1、終了です。ティーン。さあそれでは天気見ていきましょう。どうぞ。ん？お、意外と曇りが多いな。お、あれ晴れてんのかと思いきや意外と曇りが多いですね。エリアも見ていきましょう。どうぞ。あ、はー、なるほど。やっぱり関東ね、関東中部あたり、まあ、この太平洋側が今日の昼間もそうでしたけど結構ね雲出ちゃいましたね。はい、さあということで、はい、ありがとうございました。さあ定時の空ボタンの後は本日のラインナップですけれども、本日は、お知らせを一つ挟み、その後おはキャッチ、今週のおはキャッチを行います。そして、その後今週はなんかいろいろ動きがあったんですね、予報センターと、ちょっと掛け合いをし、その後予報センターの時間になります。はい、そして、今日は VTR が準備されてるそうです。はい、はい、アイリン の、はい、あの読み聞かせ動画があるそうですので、そちらの方をご覧いただくという時間になります。その間僕はですね LINE ライブの方、あ、 LINE ライブ、ライブニュースの方に、出演をするという構成になっておりますはい、なんかね、あのこの運営の仕方で、いろいろ炎上してるっていう話を聞きましたよ、皆さん聞きましたよ、はいはい、さあで、その後に24時から今週のお休みキャッチとストライブ24名場面名場面、本日は9本届いております。はい。ねえ、はい。ね、まあいろんなご意見ねあると思います。はい。で、ここはちょっとなんかお話しした方がいいですかね。このね、皆さんの、まあ、コメントも、ね、たくさん寄せられてますので、はい、僕ら の LINE さんどうのこうの話ではなくて、僕らが何を目指しているのか、でそのコミュニティが何を目指していくのかっていうところを、ちょっと BGM を変えた方がいいかもしれないですね。あ、これも外した方がいいかもしれないですね。ちょっとね、真面目な話っていうかね、あれですけどね、真面目な話っていうね、僕らのそのソライブって始めたのって、天気って24時間で、24時間やることが目的っていうか目標だったんですよね。でも24時間っていうものをやってみたら、24時間が始まりで、そこで皆さんとつながれて、で天気の変化っていうのをリアルタイムにお伝えできてっていうことができたんですね。でそれってお天気の業界にとってはものすごく画期的な話でした。でどんどん変化寄せられるし、あ、天気ってこんなにこう変わっていくものなんだっていうのを、まあ、運営をしててもう初めて感じたものでしたね。でそれを
まあ、僕らが始めてもう 10年は経ってないですね。8年ぐらいですかね。7年8年ぐらいですけども始めて、でそれと同時期ぐらいにちょっと先輩ですよね、1、2年先輩でニコ動さんがあったんですよね。でニコ動さんも面白いなっていう話をしていて、なんかそこでまあ縁あってニコ動さんの方でも出すようになって、でその頃僕らは何を考えてたかっていうと、僕らのコミュニティだけで放送していても、例えばこれぐらいだったとします、見る人が。でそれがニコ動さんを始めることによってこのぐらいになったんです。たくさんの人が見てくれるようになったんですね。でやっぱり僕らはこのコミュニティをもっともっとこう深めていくっていう一つのアクションと、それを横にどんどんこう広げていく、たくさんの方に見てもらって情報を伝えるっていう、そういう使命になって、倍どころの話じゃないですよ、何倍にもなったんですよ。ニコ動さんを始めた時にね、ニコ生でやるようになって、でそこで最初はニコ生もあのこのソライブは出してなかったです。ニコ生用の番組っていうのを別枠で作って出してたんですよ。いやそれはもう運営も大変でしたよ。で社内からも何のためにやってんのってよく言われました。本当によく言われましたよ。だから内緒でやってたんです結構最初1年ぐらいはあまり誰にも確認せずに、もう とにかくやれるだけやってみようって言ってやってみたんです。そうしたらもう参加する人数がもともとのそのね、僕らのそのコミュニティ以上の方が参加してくれて応援してくれてっていうのに気がついて、うわこれはすごい意味あることだっていうのは1年後ぐらいにやっと社内で認知されたんですよ、うん、で本当にニコ生やってよかったねって今でも思ってますし、で内緒だったのか、いや本当そうですよ。あのね、あの最初知ってたの僕と寝頃だけだったんで、やってたんですよ。でそのうち登坂がジョインしてくれるようになって、いや実はニコ生僕も大好きなんで、プライベートはニコ生ばっかり見てますみたいな話だったんで、じゃあ一緒にやろうよって言って盛り上げてきた。でその後に、アベマ TV さんとか、あとは M キャスさんとか声をいただいて、でそこからはもう社内通しやすくなったんですよ。ニコ生の例がでしょ、ニコ動の例があるんで、あれのようにここもプラットフォームです、ここもプラットフォームです、やりましょうやりましょうということで、最初からちゃんと体制を取れるっていう形で広めてきましたね。そう早かったもんねってコメントもいただきましたけど、そうなんです。その親しがった頃からこそパンパンパンってスタートができたんです、はい、でそこで今ではもう10倍以上です。当初って言ってももう2年ぐらい前の10倍以上、M3 の時とかはもう本当に100倍ぐらいの、アクセス数を、来場者数をいただくようになりました、うん、これもやっぱりたくさんの人に見てもらって、たくさんの人に見てもらったから何をするのかっていうと、やっぱりそこで情報を届けて、天気とか災、気象みたいなもので災害ですとか、災害まで行かなくてもびしょ濡れになったとか、ね、なんか自分にそのリスクがあるっていうことを、その情報で、まあ、それが変えられる、そのリスクヘッジできる、人の命を守れる、財産を守れる、そういったところが実現できたらいいなと思って、今横展開をしているタイミングですね、はい、なので今回の LINE さんのお話も、LINE さんってやっぱりその今 そのネットのメディアにおいては圧倒的ですから、そこをやらないって話はないんだと思います。ただ現場の運営の仕方はもうそれぞれもう試行錯誤なんで常に変わります。今のやり方がどれだけどのぐらい続くのかっていうのははっきり言及はできないですね、うん、なんですけどやっぱりたくさんの人に見てもらって認知度を上げて、僕らの情報をそこに届ける。で僕らの情報はなんで作られてるかっていうと、やっぱそれを支援してくれてるサポーターの力でウェザーリポートみたいなものも集まって予報が作られて、それをお届けするっていうことなんで、まあ、それは11月1日の時ね、ウェザーリポーターの日にもっとね夢のある話をしたいと思いますけれども、ここでは割愛しますけどね。なんで
リソースっていうのは有限なんです。決まった数しかないんです、リソースって。でもコンテンツとかビジネスの可能性っていうのは無限にあるんです。それを有限のリソースを使ってどうやっていくのかっていうのが、これが面白いゲームだと思うんですよね。なので変化はあると思います。でその変化がいいことなのかそうじゃないのかっていうのは、やり続けた先で出るものだと思うので、今はそのやってるそのまあキャスタースタッフの姿勢をですね、なるべく応援していただき、だから今回の運営に関して僕は一切口は出してないです。ただ責任は僕が全部取ろうと思ってますので、そういったまあご意見ですとかクレームですとか、そういったのはどんどん僕の方に寄せていただいていいと思ってます。はい、なのでね、いろいろあると思います本当に、うん、ただもう少しこう広い視野で考えていただけたら幸いだと思います。はい、でそれぞれのプラットフォームごとにもっとそのコミュニティを大事にした企画やろうよっていうのは、現場ではそれぞれ企画会議ってされてるのを見てます。はい、なのでニコ動もそうですし、まあ LINE は LINE で今やってます。ただそれがちょっと先行しただけです。他の媒体でもそれぞれの特色を生かした番組作りっていうのをやろうよという話で動いておりますので、はい、なのでいろいろね、ご意見いただけるのは嬉しいことです。はい、なんか炎上楽しんでるっていうふうにも思わないですし、皆さんの意見はそりゃそうだなというふうに思います。はい、うん、僕も共感するとこ多いですよ。はい、もちろんねえ、30分間ほったらかしにされたら、それはね、見てる方としてはチャンネルを変えてしまう、チャンネルって言わないかね、切ってしまうっていう、そういうきっかけになるっていうのもよくわかります、よくわかります。はい、なのでバランスを取りながら、なんか現在でもよく言われるんですけど、なんかしなやかにっていうのかな、しなやかな社会っていうのかな、今はデジタルで01なんですけど、もう本当に多様性のあるコンテンツもそうだし、その見てる人たちも本当に多様になってきてるので、一つの答えではもう解決ができないですよね。なのでしなやかな形、運営っていうのをこれから目指していきたいなっていうふうに思います。はい、はい、さあということで、僕からのメッセージは以上になりますので、一つお知らせをさせていただければと思います。お知らせはですね、ソライブ24のカレンダーが、卓上と壁掛け、この2つを今年は販売させていただきましたという、これのですね、締め切りが明日いっぱい24時までということですので、はい、今のところ、予約販売という形をさせていただいてますけれども、去年以上の、申し込みをいただきました、ありがとうございます。明日までにご注文いただいた数と、多分この先売れるであろう数を見越して発注をするという形になるんじゃないのかなというふうに思いますけれども、カンタロウは取ってないですね。ただカンタロウの素材は結構取ってるって話もキャスターの撮影にカンタロウも一緒についてってるので、なんか撮ってるって話は登坂から聞いてますけどね登坂の素材も若干あるっていうふうに聞いてますけどね。はいはい、さてということで、はい、明日いっぱいですのでお申し込みいただければと思います。明日いっぱいに申し込みされた方はもう確実にお手元に届くという形になります。明日までに、どうしても買えなかったって方も、その後若干の発売をすると思いますので、そちらの方
ご購入いただければ幸いです。はい、よろしくお願いします。はい、さあそれではこのいけますかね、このまま時間的に厳しい、ちょっと長く話しすぎましたか。はい、さあそれではいきましょうか。今週のおはキャッチです。はい、おはように添えるキャッチを7本連続で見ていただきたいと思います。それでは参りましょう。どうぞ。では続いては、続いては続いてはおはキャッチ、おはキャッチです。噛んでしまいました。もう噛んでしまいました。おはようの一言に添える今朝にぴったりのキャッチも紹介していくコーナーです。では今日のおはキャッチはこちらです。今日の晴れは貴重だよということで、今日の空見ど、実は今日の晴れは点々点という空見どでお伝えしたんですが、その答えはこちらにありますね。今日の晴れは貴重なんです。明日から天気は下り坂ということで、今日の晴れは貴重ですので、日差しを有効に皆さんご活用ください。では早速実践したいと思います。おはよう、今日の晴れは貴重だよ。では元気にいってらっしゃい。では続いてはこちらのコーナーです。おはキャッチ、おはように添える今朝にぴったりのキャッチを紹介していくコーナーです。はい、今日はですね、寒いですからね、こちらです。今朝は寒いね、温かい飲み物で体温めてねということで、あ、またズームなっちゃった。すいません、失礼いたしました。今日は今シーズン一番の冷え込みとなったところも多いですし、温かい飲み物でこう体を温めてお出かけいただければなという思いを込めてのキャッチです。はい、ということで実践したいと思います。おはよう、今朝は寒いね、温かい飲み物で体温めてね。それでは今日も元気にいってらっしゃい。続いてのコーナー行きたいと思います。続いてはおはキャッチ、行くでということで、今日のおはように添えるキャッチはこちらです。じゃん、寒くなったり暖かくなったり、今日はちょっと昨日より暖かいですね。体調気をつけてください。体調、マスクです。カーディガン、練習したのにうまく書けなかった。マスクですって書いてんだ。どう、マスクドスって書いてるのかな。どういう構造になってるのか分からなくて、でも結局上手に書きませんでしたね。はい、こちらのキャッチでいきたいと思います。それでは早速実践していきます。今日食べます。いきます。おはよう、寒くなったり暖かくなったり、体調気をつけてね。それではいってらっしゃい。コーナーに行きましょう。わ、懐かしい。キャッチ。なんか懐かしい。デデデ。出たデイ。久しぶり。ということで、おはように添える今朝にぴったりのキャッチご紹介していきます。お、皆さん覚えてましたね。テイトたくさんありがとうございます。なんか久しぶりで私もテンション上がっちゃいますね。それでは今日のハイキャッチ見ていきましょう。今日のハイキャッチはこちらです。夜は朝よりも気温が低くなりそう、体調崩さないようにね。あれ、はい、なんかこちらのおはキャッチで今日は行きたいと思います。そうなんですよ、今日は朝よりも夜の方が気温が低くなりそうですので、そしてまた昨日と同じ感覚で服選んでしまうとかなり失敗したなってなってしまいそうです。この時期は本当風邪ひきやすいですので、皆さん十分に注意をしていただければなと思います。ちょっとクリニックっぽい。
あとウサギがクリニックっぽいですけど、まあまあ、体調崩さないようにねということで皆さんに注意をしていただきたいなと思います。はい、まあ、ぜひぜひ気をつけていただきたいなと思います。私風邪全然ひいてないんですけど、でもここ最近乾燥もひどくないですか。皆さんどうですか、乾燥気になりません？私かなり風邪ひきました。もう気をつけてください。かなり乾燥が乾燥しているので、私も朝起きるとたまにこう、あ、喉がってなってる時はありますね。うん、結構気になりますよね乾燥。私関東の方に出てきて気になるようになりました。新潟はこんなに乾燥してなかったです。ですので皆さん乾燥にも注意をしていただき、気温にも注意をしてください。それではこちらのおはキャッチでいきたいと思います。乾燥しますよって本当。はよー、夜は朝よりも気温が低くなりそう。体調崩さないように気をつけてね。それでは今日も元気にいってらっしゃい。おはキャッチいくで。今日のおはようにさえるキャッチはこちらです。じゃん。朝雨が降っていなくても傘持っていてください。今日はどのエリアでもお帰りまでに雨が降り出すと思います。道東と青森ぐらいかな。あ、そうだ傘今日私傘忘れちゃったんでね。あら誰か話してる。 ありがとうございます。ここにも傘持ってくるの忘れちゃいましたね。はい、皆さんは忘れないようにしてくださいね。ちょっと説得力なくなってしまったな。うん、でも皆さんは持っていってください。さあ、それでは早速実践していきます。いきます。おはよう、朝雨が降っていなくても傘持っていってね。それではいってらっしゃい。おはキャッチ、おはキャッチ、おはようの一言に添える今朝にぴったりのキャッチを紹介していくコーナーです。では早速今日のフレーズ紹介したいと思います。今日のおはキャッチはこちらです。じゃん。トリックはトリート。こういろいろハロウィンっぽく絵を頑張ってみました。はい、そういうことで、早速実践していきたいと思います。おはよう、同じやつか。トリックはトリート。続いてはこちら、おはキャッチ。今朝のおはように添えるぴったりのキャッチを紹介していくコーナーです。今日のおはキャッチはこちらです。じゃん。お昼は日向でサンドイッチ食べたいねということです。あ、今日は蝶々、あ、違う、なんだ、ご飯のフォークとナイフとこのなんかてお天気が良さそうな絵を描いたんですよ。 ここは蝶々。なんかお天気良さそうな雰囲気出てませんか。これ誰の背景に映る画像がハロウィン。ちょっと怖いですね。怖いのと可愛さが混ざり合ってますね。はい、日向というのもこう日向と日陰で体感が結構変わるので、日向でぜひサンドイッチをという意味を込めてです。はい、今日は日陰だとちょっと寒いかもしれないですね。なので外でランチされる方はぜひこう日向で太陽の下で食べていただければと思います。では実践します。おはよう、今日は日向でサンドイッチ食べたいね。
では素敵な一日を。あ、確かになんか慣れたって今コメントがパッと僕目に入って、うん、確かにそう思いますね。慣れましたね。あのちょっと殻が一つ取れた感じがしましたね。いやー、だん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 ね、みんなこうやって成長していくんですね。さあ、それではということで、ここからは予報センターと最新天気を確認しましょう。予報センターは草田さん。はい、こんばんは。どうも、こんばんは。よろしくお願いします。お久しぶりです。ですね。はい。うん。お元気でした？はい、元気です。なんかはい、ちょいちょい山に行ってるのは。ああ、そうですね。見てましたけど。いやいや、そんなに多くはないんですけど。そうなんだ。はい。でも今年は2回。ね。2回、ね、キャンプ1回ですね。あ、そうか、キャンプか。はい。山2回、キャンプ1回です。アウトドアですな。はい。いやでももうちょっと行きたいんですけどね。行けなかったですね。はい、天気が悪かったので、なかなか行けなかったですね。あ、そう、キャンプは結局ですね、皆さんにいろいろいただいたんですけど、すいません、紙コーチにしちゃいました。ごめんなさい。大丈夫です。ありがとうございました。はい、アクセスとか含めて、はい、交通の便含めてですね。すいません、車がないもので。ああ、それはありますよね。そうなんです、電車バスで行けるところと、あと実家にそのまま帰ろうかなって思って。はい、なるほど。じゃあ今度は実家のことまで考慮した形の、ね、レコメンデーションをいただければと思います、ね、そうですね。はい、はい、あと交通の手段とかもね。そうですね、電車バスで行けるところがいいかな。なるほど、なるほど、はい、わかりました。はい、じゃあちょっとツアーズの人にね、ちょっと言っときますね。チャットツアーズの方々にね。はい、よろしくお願いします。はい、さあ、これはどこまでやるんでしたっけって。どこまでやるんだったっけな。じゃあこの辺で巻き取りましょうか。この辺の感じでしたっけね。私昨日一昨日はやってないので、うん、ちょっと1日目2日目は掛け合いなしでそのまま違法センター入ったので。あ、そうなんだ。ちょっとよく分かってないんですけど。いやー、僕この違法センターの掛け合いの時間が大好きで。そうですね、私も結構楽しかったんですけど、それがなんかなくなっちゃうのもちょっと寂しいなーなんて思ったり。じゃあもうギリギリまでやりましょうか。大丈夫ですか。向こうの番組は45分なんで、はい、はい、あ、じゃああと10分弱ぐらい、それまでやってればいいんじゃないですか。大丈夫ですか。大丈夫、向こうの方もちゃんとね仕込んであるから。はい、さすがですね。もちろん、はい、いつもねここで予報センターとね話ができるっていうのが結構僕の心のバランスでもあったんですよね。あ、そうなんですか。あんまり行かないじゃない、僕予報センターの。そうですよね。ね、はい、社外にいることの方が多いので。1ヶ月ぶりにこんばんはみたいなことね。よくありますもんね。ね、最近どうみたいな、はい、番組上でできるっていうのが、ね、はい、面白いですよね。はい。さあ、天気ですが、はい、うーん、ここで天気やっちゃうと私この後喋ることなくなっちゃうんですけど。そうだ、そうだよね。ここは天気はなしに。